はい、今日はですね、エクストリーム体験講習会にちょっと来てるんですけども、今日は、エクストリームの運営をされているドッグライフプラン橋本さんにちょっとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、橋本さん、今日はエクストリームの体験講習会っていうことなんですけど、はい、そもそもエクストリームってどういうスポーツなんですか？エクストリームというのはワンちゃんと一緒に障害物を楽しむという、タイムトライアル競技ですね。アジリティという、競技はあるんですけども、それよりもルールが割とシンプルで、コースも複雑ではないので、特に初めての方なんかにはおすすめかなという、そんなドッグスポーツです。あ、じゃあ結構うちの子ドッグスポーツとかできなさそうっていう子も参加ができるっていうスポーツですか？そうですね、取っかかりはかなりいいと思いますので、リードをつけて歩けるワンちゃんならどんなワンちゃんでも、トライできます。じゃあ特に犬種とか年齢とかの制限っていうのは特にないんですかね？はい、特にはない。ただ若すぎるワンちゃんが上り下りをガンガンやると、やっぱり関節の成長とか良くないですし、シニアのワンちゃんもあまり弱くなってくると良くないというのはあります。体調の管理という意味では年齢は多少は関係してきますけども、何歳だからできないとかというのはないです。そのワンちゃんの状態次第。あ、じゃあ基本的にはどういうワンちゃんでも参加ができるっていうドッグスポーツですかね。はい、なんかこれワンちゃんと一緒にこの一緒に走ってる人たちがいるんですけど、はい、この人たちはなんかトレーナーさんとか訓練士の方とかなんですかね？エクストリームの場合は基本的に飼い主さんとしか走れないので、プロの訓練士さんがお客様の愛犬と一緒にというのはできませんから、今日走ってる方も全て自分の愛犬を育てた飼い主さん。あ、全員じゃあ飼い主さんがもう一緒に走ってるっていう感じなんですね。そうですね。あ、なるほど、ありがとうございます。で、今日は体験講習会っていうことなんですけど、体験講習会っていうのは基本的に他の、地区大会とかとは何が違うんですかね？地区大会は、練習を積み重ねてきた方が決勝を目指して参加するという大会なんですけど、どんなワンちゃんでも初心者の時があって、初めての時があるんですけど、もうそんな初めてのワンちゃん、初めての飼い主さんが、まず経験をしてみるという場として、この体験講習会組んでるんです。なるほど。じゃあまずはこの体験講習会にまずは参加してもらって、で、練習重ねてちょっとじゃあできるようになったと思ったら地区大会に臨んでもらって、そうですね、そこからもし上達すればもしかすると決勝に残れるかもしれないという感じですかね。そうですね、はい、なので今日みたいな体験講習会は1日規模なんで、それでもちょっとハードルが高いなという方には、30分とか40分ぐらいの小さい体験みたいなのを最近はいろんなところでやってますので、はい、そういうのからも入ってみるっていうのもいいかもしれないですね。なるほど。じゃあ今後ちょっとこういうエクストリームに興味があるなとか、体験ちょっとやってみたいなっていう方は、このエクストリームのホームページを見れば、はい、そういうスケジュールって出てるんですかね？そうですね、エクストリームのホームページとか、あとインスタグラムですね、はい、フェイスブックページもありますので、検索でドッグスポーツエクストリームで検索をしていただければ、上の方に出てくると思います。じゃあそれをじゃあちょっと概要欄の方にも貼っておきますので。そうです。はい、ありがとうございます。エクストリームだけで検索するとバイクレースとかそうです、ね、なんかすごいところでアイロンかけるエクストリームアイロンとか、なるほど、そっちに、まだそっちの方がメジャーらしくて、あ、なるほど、はい、じゃあドッグスポーツエクストリームで検索ですね。はい、じゃあ橋本さん、最後に何か今この動画を見ていただいている飼い主さんとかに何かもし一言あればお願いします。はいはい、どんなワンちゃんにもいろんな可能性が秘められてますので、やる前からですね、うちの子は向かないという方が結構多いんですけども、やってみればね、すごい才能があったことに気づくということもありますので、特に愛玩犬種の飼い主さんとか、はい、ボーダーコリーだけども なんかゆっくりしてるとかそういった飼い主さんもいらっしゃると思うんですけど、まずはやってみて、そうすれば新しいうちの子の可能性が出てくると思いますので、まずはやってみようというふうにお待ちしております。はい、わ、はい、かりました。では、はい、代表の橋本さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。